教えてよ。 Shoot me down。
オープニングの映像で去年の決勝を思い出した方も多いのではないでしょうか。決勝では大崎電機が開始早々から7人攻撃を仕掛け、豊田合成を慌てさせましたが、結果は豊田合成の勝利でした。あれから1年、第73回日本ハンドボール選手権大会男子の部2日目2回戦、 JHL 大崎電機大崎オーソル対北信越ブロック代表富山県の広陵クラブの一戦です。日本選手権男子の会場は大阪堺市立大浜体育館です。昭和46年にオープンしたんですが、今年4月にフルでリニューアルされました。つまり綺麗になりました。最大でおよそ3000席を配置できる全く新しいアリーナになっています。動く間仕切り壁もありまして、イベントの規模によって壁の有無が変わるなど、国内ではかなり珍しい構造となっています。堺駅から徒歩10分という非常にいい場所にあることもありまして、まさに日本一を決めるにふさわしい会場となりました。 A コートの試合をお送りします。さあ、それでは放送席をご紹介しましょう。解説は今日が初めてになります。関西大学ハンドボール部監督、関西学生ハンドボール連盟理事長、中川雅之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、中川さんも決して解説だけのために今日会場にいらしているわけではないですから、はい、お忙しいとは思うんですが、ここまでの大会どう見ていますか。いやー、やっぱりもうまず何よりも会場がやっぱり素晴らしくて、で、まあ、私はいろんな人からちょっといろんなことを聞いてるんですけれども、やっぱりもう会場素晴らしい、何よりもこう試合が見れるっていうのがもうみんな喜んでますね、本当に。そうですね、はい、もう長い間無観客、はい、または制限を強いられていましたので、はい、生で見るっていうのは本当に貴重ですよね、はい、生でハンドボールを見ると、はい、もう実は我々のこの関西学生ハンドボール連盟なんかだったら、こう秋のリーグとかができなかったんですよね、やっぱりコロナ禍で、はい、でそういったところで本当に親御さんはじめいろんな方からですね、こう試合が見たいんだっていうことをすごく言われてまして、はい、で今日ここで久しぶりにお会いした方も いっぱいいらっしゃるんですよ。そうですね、で、はい、もうそれが本当に伝わってきて、はい、すごく嬉しいです。いや、念願の開催となりました、はい、今日の解説もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではまずは昨日の対戦結果をご覧いただきましょう。関西学院大学、中京大学、広陵クラブ、中央大学が勝ちました。広陵クラブは北海道大学を40対24で下して今日の2回戦に駒を進めています。HC 岡山は大阪体育大学を1点差で振り切り、琉球コラソンは宮崎フェニックスを破りました。トヨタ自動車東日本、高松大学に追いつかれる場面もありましたが、なんとか勝ちました。筑波大学はゴールデンウルブス福岡を33対27で破っています。昨日の1回戦の結果でした。そして今日の対戦カードです。トーナメント表をご覧いただいています。ご覧いただく大崎電機と広陵クラブは画面の右上です。13と14のところです。ジークスター東京と中央大学という楽しみな試合もありますね。筑波大学はトヨタ車体と対戦します。さあ、それでは両チームを簡単に紹介していきましょう。まずは大崎電機からになりますね。 JHL で6回、日本選手権では15回の優勝経験があります。元木弘樹は現在 JHL 得点ランキング2位です。中川さん、大崎電機で注目する選手などいらっしゃいますか。そうですね、まあ、今ご紹介いただいた元木選手、それから、はい、私は自分がゴールキーパーずっとやってたんで、やっぱり木村選手には非常にやっぱり注目してますね。木村正剛の存在感、無駄な動きが一切なし、じーっと相手のシュートを待ち構えて素晴らしい反射神経で弾き返す元日本代表ゴールキーパー木村正剛。そしてこちらですね、木村正剛の存在感、一回木村のプレーを見たら忘れることはありません。なかなかのいかつい風貌なのかなと最初は思っていたんですが、はいはい、また笑顔がすごい可愛いですよね。このギャップでかなりの女性がキュンと来ているというのを聞いたことがあります。
ね、やっぱりこういうね、あのいかつい人が笑うとやっぱりすごくね、あのキュートですよね。そうなんですよね、はい、これギャップというやつなんですよね、はい、ですからすごくシュッとした見た目の選手が獰猛なプレーをコートでしたらということなんですよね、はいはい、中川さんが想像するギャップのある選手他にどなたかいらっしゃいますか。そうですね、あの今ポストでシュート練習してるあの森くんなんかもそうですよね、はい、こう彼あの大阪体育大学出身で、はい、私のとこなんかともすごく試合を いろいろやったんですけど、はい、まあ止めれなかったですね。あ、はい、そうなんですね、素晴らしいプレーヤーだと思います。今そうですね、真ん中あたりを守ってる選手ですね。そうです、下が白のパンツです、はい、あ、今投げた。はい、今ボールを投げた選手、はい、森純です。メキシカン、メキシコとのハーフなんですよね。そうです、そうです、ですから普段勝負飯は必ずメキシカンだということなんです。あ、そうなんですか。なかなかあのワイルドな風貌で、もう、はい、でもやっぱりあのすごくあの礼儀正しくて、あのそういうところもしっかりちゃんとされてる、はい、あの本当にあのいいプレーヤーと思います。大崎電機は大阪体育大学の選手が多いですから ね、はい、注目していきましょう。さあ続きましては広陵クラブです。奥信越ブロック代表出場は4回目です。これまでの3回は勝利がなかったんですが、ついに昨日初勝利を挙げました。元枠長製薬の桑野、松本がそれぞれ講師の核になっています。広陵クラブ、昨日の北海道大学との試合を見ていたんですが、ゴールキーパーからのロングボールをウイングの選手がバシバシ決める。ライトウイングの中川、そしてレフトウイングの中村にご注目ください。さてこの配信は観光学生服株式会社の提供によりお伝えしています。観光学生服株式会社の横顔をここでご紹介しましょう。 JR 岡山駅から徒歩1分、観光学生服の本社です。従業員はグループ全体でおよそ2800人、創業160年以上の歴史を誇ります。学生服、体操服のメーカーとして長年トップブランドの地位を築いてきました。このバックボーンは全国に整備した自社工場にあります。管理が行き届いた環境で、裁断や縫製など一貫した体制で生産に当たれるのが強みです。ところで、観光という名前の由来をご存知ですか？実は、学問の神様、菅原道真公、つまり観光から来ているのです。制服や体操服を着用する子どもたちの健康と学業成就を願って名付けられました。長年の体操服事業で培った開発力や技術を応用し、ハンドボールなどの競技用ウェアにも取り組んでいます。強くて軽くすぐに乾くという特徴を併せ持った素材を使っています。吸水性が良くて汗かいてもプレー中も気にならなくてとても着やすいです。やっぱりポストなんで、ここの肩のところをよくこうやって引っ張られるんですけど、もうディフェンスに引っ張られてもこれはとても耐久性がいいので、破れることも気にせずにプレーすることができます。すごく生地が伸びるので動きやすくてキーピングがしやすいと思います。と他のユニフォームだと結構汗とかが染みたりするんですけど、この観光さんのユニフォームはすぐ乾いてとても着心地がいいです。最近では白なのにインナーが透けないという画期的な商品ミエンヌを開発しました。体操服として透けを気にする女子中高生に非常に好評を得ている商品となっています。白のユニフォームとかすごく憧れるので、中が透けないその観光さんのミエンヌをぜひ着てみたいです。また風を通さずコンパクトで耐久性にも優れた観光プレミアムというシリーズが大きな注目を集めています。はい、もう走ったりそれからいろんな動きをする時にも全く違和感がなくて着心地もいいですし、本当に気に入っています。尾崎茂社長は岡山県ハンドボール協会の会長です。
ポーツウェアにもハンドボールにも精通しています。我々の耐久性がとにかく売りの観光の商品というのは一番僭越ながら合ってるんじゃないかなというふうに思っています。引っ張りだとか摩擦だとか、ハンドボール非常に激しいスポーツですので、こういったことは頻繁に起こるんだろうというふうに思いますが、それでも損傷しにくい素材というのを我々はもう長年の研究で培ったものがありますので、一緒に素敵なユニフォームで楽しいハンドボールをしていただきたいなというふうに思っています。倉敷天城を観光のユニフォームで全国に行くぞ。おー、観光学生服株式会社の横顔をご紹介しました。この放送席の周りもそうなんですが、やはり皆さん1年ぶりとかもっと2年ぶりとか結構久しぶりの再会になってるんですね。いや本当にそうですよね。本当にお客様を入れることがまずできて今日良かったなと思いますね。世間は新たなウイルスの出現というのもニュースになっていますので、必ずしも楽観するばかりではいられないんですが、ひとまずできるときに精一杯やるという状況です。この後午後3時スローオフ、大崎電機大崎オーソル対広陵クラブの日本ハンドボール選手権男子の部2回戦です。堺市立大浜体育館 A コートからお送りします。この試合の解説は関西大学ハンドボール部監督、関西学生ハンドボール連盟理事長、中川正幸さんです。では広陵クラブのプロフィール少し改めてご紹介しましょう。広陵クラブなんですが、15番の片岡亮が監督兼任選手です。まだ36歳なんですが就任8年目となっています。広陵クラブ創部は27年、これまでの3回の日本選手権出場では勝ち星がなかったんですが、昨日初勝利を挙げました。今年はジャパンオープン、国体と予選突破したんですが、本戦はいずれもコロナの影響で中止、フラストレーションがたまるシーズンとなりました。高岡広陵高校の OB で作るチームです。ゴールキーパーからのロングスローでウィングの選手が一発でゴールを仕留める、射止める、そしてゴールキーパーとウィングの選手が日体大コンビなんで、その2人を中心に速攻を磨いています。対する大崎電機です。大崎電機大崎オーソルといえば、今シーズンが始まる前に主力の選手がジークスター東京に引き抜かれました。ですからシーズン始まる時は大丈夫かなという声も聞かれたんですが、全くその心配がないここまでの戦いぶりです。中川さん、改めてなんですが、はい、大崎電機全チーム全体での戦い方、何か印象は持ちですか？やっぱり木村選手を中心とした強いディフェンスからですね、そこから繰り広げ速攻、そしてまたセットオフェンスでもやっぱり決定力がすごくあるというところで、なかなかその穴のないチームだというのが本当に印象ですね。そうなんですよね。今シーズンは川島優太郎が加入しました。一方で小室大地、土井レミー、アンリー、小山哲也が抜けました。ただ若手であったり既存の選手がその穴を埋めて、もともと穴がなかったかのような戦いぶりをしています。豊田合成との首位争いも繰り広げていますし、全く今のところは心配のない戦いぶり、そしてチームの雰囲気も非常にいいものになっています。ではここで大崎電機の選手紹介を行いましょうか。はい、監督は岩永翔監督です。そして1番ゴールキーパーの高光亮、188センチのゴールキーパー、下松工業高校の出身です。2番入谷大成、3番ベテランのスピードスター小沢光太、5番柴山幸弘、髪型を丸刈りにしたんですが、丸刈りでも可愛い、キュンとしちゃうという声がそこら中から聞かれます。そして9番はワイルド森潤、11番馬場勇気、12番木村正武、15番安平拓馬、弟は安平康介、16番ゴールキーパー7メートルスローに強い村上亮太、そして17番元日本代表上垣健人、
18番香川県出身香川中央高校出身香川宗次郎、20番高間アミン、最近ファンはアミラーと呼ばれています、21番阿部龍之介、そして23番が時村、25番キャプテンの元木、肩甲骨フル稼働シュート、26番松岡。中川さん、松岡に注目されている人ですね、はいはい、あの実はあの、まあ、彼が中学生の頃からですね、あのいろいろあの、大阪の中学校出身ということで、はい、あの関連の体育館使って練習してたりとか、ね、そういうこともありまして、でまあ、それ以来ずっと気にかけてあの見てるんです。でまたあの進学した先があの法政大学だったんで、まあ、法政大学もあのすごく関西大学とあの交流がありまして、で、まあ、定期戦とかもやってたんですけど、まあ、そのたんびにもうどん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 すごくなっていくんで、はい、もう本当にあの今日もあの彼のプレー見るのがすごく楽しみで、はいはい、26番松岡弘樹です。そして27番は玉川博康、玉川は昨年の決勝で最後スローのチャンスがあったんですが、そこで決めることができず涙に暮れました。30番北陸電力から移籍、川島雄太郎、ゆうちゃんです。さあ変わって広陵クラブです。監督は片岡亮、選手権に15番の片岡亮と同一人物です。1番ゴールキーパー横山翔太、2番ライトウィング中川雄二、そして3番の中村剛、2番と3番この2人で昨日は多くの得点を決めています。中川9得点、中村7得点でした。5番の鎌中博、7番村井達也は早稲田大学在学中、8番中田敦、11番佐々木静馬、12番松下光介ゴールキーパー、昨日は好セーブ連発でした。13番ピボット松本高政、元和久永製薬、14番桑野弘樹、桑野も元和久永製薬でキャプテンです。15番監督兼任片岡亮、16番松尾俊介と入っています。昨日のスタッツ改めてご紹介しますと、北海道大学に40対24で勝った広陵クラブ、2番の中川が9得点、3番の中村が7得点、5番の鎌中と13番の松本がそれぞれ5点を挙げました。1番ゴールキーパーの横山、そして3番の中村が日体大学の出身で、日体大学コンビで速攻の練習を重ねてきました。3番の中村剛は弟さんが北陸高校から現在中央大学4年生の中村君則ということで、兄弟同時出場となっています。1番ゴールキーパーの横山、そして3番が中村剛です。8番が中田敦、中田は日本大学の出身です。広陵クラブ、社会人クラブですから皆さん仕事をしながらハンドボールをしています。週2回が限度で、なかなかそれ以上の練習はできないということなんですが、とても昨日の試合を見る限りでは週2回の練習しかできないチームには見えませんでした。広陵クラブの戦い方、大崎電機相手にもご注目ください。昨日9得点を挙げた2番の中川も見えました。堺市立大浜体育館からお送りしている日本ハンドボール選手権大会男子の部、この大会で73回目になっています。大会は昨日から始まって、今日は2回戦です。2回戦8試合が行われます。2021年12月2日木曜日、堺市立大浜体育館を舞台に、これから大崎電機大崎オーセルと広陵クラブの一戦が行われます。広陵クラブの広陵は高岡広陵高校の広陵です。高岡広陵高校の OB を中心にチームが作られています。富山県のハンドボール熱というのは非常に高いです。中川さん、これまでで何か富山県のハンドボール熱触れたことはありましたか？
氷見高校が、非常に強くてですね、はい、でまだ高尾広陵高校とすごくしのぎを削りながらやっていまして、はい、で氷見の町に何回か行ったことあるんですけれども、はい、やっぱりもうそのもうハンドボールそのもう熱がやっぱりすごいですよね。そうなんですよね。はい、富山には女子のチームでアランマーレがいますけれども、はいはい、富山に行くとアランマーレの特集番組などが非常に多いんですよ。そうなんですか。ケーブルテレビなどではレギュラー番組がありますし、はいはい、まあ、ラジオでも取り上げられています、はい、まあ、ですからもうテレビでもラジオでもどちらでもアランマーレに触れることができる環境があります。まあ、よくラジオを聞くことが多いんですが、はい、まあ、なかなかのハンドボールの話題がラジオで流れることは今までなかったんですね、はいはいはい、ですから富山に行ってびっくりしました、はい、まあ、それだけ富山の人たちはハンドボールに熱い思いを持っています。そうですね。早急ボーイズという漫画も富山の舞台ですね。ぜひ富山の観光に行かれるときは何らかの方法でハンドボール触れたり見たりすることができますので、ぜひ何か他に目的がある場合でも一緒にセットでご覧になっていってください。さあ、大崎電機と北信越ブロック代表富山県の広陵クラブの一戦をこれからお送りします。日本選手権は JHL 実業団のチーム、それから大学生、高校生、社会人クラブ、どのカテゴリーからも出場できます。ですから勝敗以外にもどれだけカテゴリーが下と思われているチームが上のチームに食らいついていけるのか、ジャイアントキリングであったりどれだけ自分たちの戦いを貫けるのか、そのあたりも楽しく注目できるポイントです。両チーム先発で出てくるメンバー見てみましょう。まずは広陵クラブ、7番の村井が見えます。そして3番の中村剛、ゴールキーパーは1番の横山翔太、8番の中田、11番の佐々木です。非常に中川さんに対しても激励の掛け声がかかっておりますので、なかなかゆったりと座っていることもできません。頑張ります、はい、13番の松本貴政、ピボットの選手も見えました。もう遠慮なく答えてください。喋って答えていただければ大丈夫です。ありがとうございます、はい、もうそれだけみんな楽しみにして今日集まっているということです。大崎電機です。9番の森が見えます。それから植垣、そして25番の元木もいますね。5番の柴山、21番の阿部、20番の高間亜美、ゴールキーパー12番木村正武となります。まずは立ち上がり見ていきましょう。中川さん、何か注目立ち上がりすることはありますか。やっぱりこの攻撃力をですね、ええ、まあ、どれくらい広陵クラブがしっかり跳ね返すことができるかっていうところがもう最初のポイントになると思いますね、はい、まずはこの大崎電機の最初の攻撃、広陵クラブがどう対応してしのぐことができるでしょうか。守らない限りは、ええ、その得意の速攻の形には持っていきませんからね、はい、堅守速攻がおっしゃる通り持ち味の広陵クラブです。少し時間が余りましたのでコートで選手たちも調整に入っています。9番の森潤、清涼飲料水ではなくて栄養ドリンクの CM に出てきそうな風貌の森潤です。そして25番エース元木博樹、日本代表です。17番植垣健人も日本代表、画面手前側にいる5番の柴山幸弘も日本代表経験があります。画面奥20番の高間亜美、21番阿部龍之介、阿部龍之介と高校時代戦った選手はあんな天才がいたのか、天才どころか化け物級だと評していました。長い間怪我で苦しんでいましたが阿部龍之介も戦線に復帰しています。今試合が始まりました。大崎電機対広陵クラブ日本選手権の2回戦です。20番のコーマーミンがレフトウィング、21番の阿部がレフトバック、センターバック17番の植垣、ライトバック25番の元木、そして9番の森がピボットです。5番の柴山ライトウィング、柴山から植垣、植垣から森、森から柴山、柴山から阿部、ナイスキーパー、ゴールキーパー横山翔太ナイスセーブ。
今味方の2人が相手のディフェンスの動きを封じてその上からシュートを打っていった大崎電機です。さあ広陵クラブです。13番の松本貴政がピボットです。7番の村井がセンターバック、ライトバックには佐々木が入ります。そしてレフトバックに桑野がキャプテンで元枠永製薬です。レフトウィング3番の中村剛、ライトウィング8番の中田敦史です。13番の松本から14番の桑野、7番の村井のところでカットが入る。そこにフォローした13番の松本、パッシブの予告が出ています。早くシュートを打たないと相手ボールになります。桑野が、クイックシュートを狙いましたが、そこには高い壁、大崎山脈がそびえ立っています。コーナースローになりました。アタック決めた佐々木静奈。いやまずは広陵クラブ先制です。いや素晴らしいシュートでしたね、佐々木静奈が距離のあるシュートを沈めました。あのクイックできたから、やっぱり木村選手も少しタイミングが取れなかったと思います。はい、1番の阿部ナイスキーパー。これで2つ目の好セーブ。ゴールキーパー横山翔太、181センチ日体大学の出身です。でもやっぱり阿部選手のシュート力すごいですね、ゴールが今揺れてましたからね。そうなんですよね、なかなかコンディションが整わなくて、この JHL に入ってから本領は発揮できていなかったんですが、はいはい、今シーズン本格的に戦線に復帰しています。7番の村井、あ警告ですね、はい、森に対してイエローカード。今イエローカードを引き出した広陵クラブの7番村井達也、現役の早稲田大学生です。シューズにこだわりがあり、現在履いているのはコービー5。時に松屋にがつかないようにシューズ選びに苦心しているそうです。11番の佐々木、14番の桑野、ブロックが入っているコーナースローです。3番の中村から14番の桑野、7番の村井打った、角度が変わってポストに当たりました。上がポストですね、ノールックで玉川に通せ、ノールックパスも平然とこなします。 JHL 選手なのですから当たり前ではあるんですが、あまりの自然さに実は見ているんじゃないかと思ってしまいます。7番の村井から14番の桑野、13番松本からむ、昨日は松本も5得点を挙げています。ピボットの選手、上から打った11番佐々木、ワンタッチありました。これ大崎の選手大きいだけじゃないんですよね、あの彼らが前に来るあのプレッシャーはもう半端じゃないと思うんですよね、はい、そうですよね。取材などで近くに寄りますと、もう上を本当にとことん見上げないといけない、 ね、そして厚みもすごい、圧力がすごいです。ひたかループ中村剛、上垣ピボットに通した。あ上垣君やっぱりあのポストがよく見えてますね、だからもやっぱり大阪大学大学でね、はい、もうほんまにうまかったんですよね。あそうですか、はい、やっぱ大阪体育大学出身は5番の柴山、9番の森、17番の上垣、18番の香川、23番時村、26番松岡と揃っています。6人いるんですね。そうなんですね、中村剛が真ん中に寄った、もう一度ウィングのポジションに戻る、クロスをかけていく、ウィングの選手が中に入ってポジションを変えていたんですが、ここはボールを失いました。玉川から大間アミン、彼も身体能力が本当にすごいんですよね、そうなんですよね、20番大間アミンです。大間は中学生から高校生にかけて家の中でずっとつま先立ちをしていたので、
自分のジャンプ力は上がったんじゃないかと分析していました。まあ、科学的な根拠はないんですが、おそらく本人はそうだということです。まあ、体を鍛えるのが好きということなんですね。あ、そうですね。14番桑野、ね、ディフェンスでプッシュしてきます。木村選手のところまでたどり着くまでが大変ですからね。そうなんですよね。でたどり着いても木村正武がいる、ね、非常に登頂困難な大崎山脈です。あ、横から行っちゃいましたね。7メートルスロー、そして森が2分間の退場です。でもやっぱりあの7番 の村井選手すごく、その速い、ね、横の動きで。そうなんですよね。もともと体の強さを生かして間を割るのが好きと話していました。はいはい、あと相手との駆け引きも好きということで、もう喫水のハンドボーラーという村井達也です。ナイスキーパー、跳ね返り押し込みました。釜中です。ああいうのをやっぱりしっかり取ってやりたいですね。やっぱりこう、そうですね、ゴールキーパーとしては、まあ、仕方ないけれども止めたからなんとかリバウンドを抑えてよというところはあります。はいはい、大崎電機は森が退場になりまして、6人攻撃、ゴールキーパーを下げて攻めています。もちろんワンプレーではあるんでしょうが、あの森を退場に追い込むというのは広陵クラブやります。いや本当にすごいです。ナイスプレーですね。上垣、あ、木村選手おお、なんとか今は6人攻撃でゴールキーパーを外していましたので、木村はベンチからのダッシュとなりました。大崎フィッシングクラブ、おそらく会長と思われます。メンバーで釣りに行くときは木村が大抵車を運転しています。そうなんですね。まあ、リーダー的ポジション、木村正剛です。21番の阿部から17番上垣、25番の元木弘樹、まあ、ただ打つだけじゃなくて、やっぱりそのディフェンスの動きをしっかり見て、それ対応できるというところがやっぱりあのこのクラスの選手のやっぱすごさですよね。そうですね、威力のあるシュートの前に相手の動きを冷静に見る目もあります。大崎電機の退場はあと20秒です。14番桑野、13番松本、11番佐々木、7番村井、7番の村井が好きな相手の間を割っていくプレーを見せました。ここはファールにはなってしまいましたが、本人の思考も見えます。そして昨日の村井達也の姿は本当に楽しそうにハンドボールをしていました。在籍中の早稲田大学でも先日早慶戦を行って、部としては引退ということになりました。21番の阿部、25番元木は一度ジャンプをしてボールをつきました。広陵クラブ守備は11番の佐々木と13番松本が真ん中を守ります。左45度の角度から上垣来た。11番の佐々木、14番桑野、これは外れていますね。もう大崎のゴールを落とし入れるには速攻しかないと広陵クラブも割り切っています。そしてコーマーミン、シュートの滞空時間を見てほしいというコーマーミン、好きなタイプは歯並びがいい人です。やはりアスリートも歯が命と言いますけれども、歯並びというのもプレーに影響すると言っている人もいます。そうですね、あのね、今あのマウスガードとかこう、してる選手とか結構いますからね、はい、そうですね。広陵クラブが1回目のタイムアウトを取りました。広陵クラブあれですね、やっぱりこの大崎の速攻をやっぱりこう、させないようなやっぱり攻撃をしていきたいですね、はい、本当に。そうですね、そして自分たちが速攻をしたい。そうですね、はい、
大崎電機のメンバーを見る限りは確かに単発の1対1ではどうしてもやられてしまいます、はい、相手の攻撃をいかに遅らせるか。今映像でも映っていますが、広陵クラブ登録されているメンバーが12人です。一方の大崎電機、大崎オーソル、今日は2番のイリアと3番の小沢がベンチから外れています。登録が16人です。18人ですね、18人、大崎電機18人です。そして広陵クラブ12人です。川島選手が入りましたね、はい、30番川島優太郎、今カットしました、はい、大崎電機30番です。13番松本、広陵クラブノーゴール。早稲田大学出身30番川島優太郎、卒業後は地元の北陸電力に在籍していたんですが、今シーズンから大崎電機に場所を移しました。そして11番の馬場も入っています。今ボールを持った選手です。馬場がレフトウィング、そして30番の川島がセンターバック、ライトウィングには15番の安平が入りました。ピボットは9番の森変わらず、25番元木宏樹ライトバック、レフトバック阿部変わらず。選手を変えてきました大崎電機です。広陵クラブは変わらず11番の佐々木と13番の松本が真ん中を守っています。馬場に入ろうとしたボール止めました。3番の中村、セットオフェンスに切り替えます。安平下がって守備の場面で27番玉川、玉川と森が真ん中に鎮座しています。もし満員電車でこの2人に挟まれてしまったら一体どんな気持ちになるでしょうか。それを考えると非常に威力のある、高さも迫力もある真ん中の守備、大崎電機。7番の村井から、14番桑野、村井、佐々木、回転してウィングに出す、中田のシュート、木村正武、元木、川島、上がダメなら下にどうぞという転がしてきましたが、ここはポストに阻まれました。ゴールキーパーが12番の松下康介に広陵クラブは変わっています。松下選手はまだもしかして高校生ですか。高校生なんです。そうなんですよ。そして昨日は止めまくりました。松下がプレーを始めたら一気に勝利が広陵クラブに傾いたという印象でした。これはやっぱりあれですかね、大学に行くまでのこうチャレンジという形でこう。そうですね、7番の村井は早稲田大学東京で通いながら、はい、まあ、定期的に広陵クラブに参加しているということなので、はい、まあ、様々な形で在籍が認められるようです。彼にとってやっぱりすごく大きな経験になるでしょうね、ここで大崎でやってるっていうのは。そうなんですよね、日本選手権に出場して、しかも相手が大崎電機、まあ、日本最高峰です。森から元木、ここまで7対3と大崎電機がリードしています。阿部、いやすごいですね。すごいんですよね、もうすごいという言葉をもう何百回と言いたくなるようなプレーです。そうですよね、いや本当にすごいです。阿部の勝負飯はライトン辛味噌つけ麺です。広陵クラブ7番の村井がセンターバック、そして14番の桑野がレフトバック、ライトバック11番の佐々木というバックプレイヤー陣です。ピボットの松本に対して森がしっかりと手で制していました。前半の13分経過、8対3大崎電機リードです。まあもったいない、はい、さあ切り替えましょう。広陵クラブ攻めるは大崎電機、川島優太郎30番、叩きつけるパス安平が受け止める。15番安平、富山県出身ですから地元のクラブとの対決となっています。15番安平拓磨、大崎電機、氷見高校から日体大学に進んで大崎電機に入っています。
阿部。いやすごいですね。阿部は人にどれだけすごいと言わせるんでしょうか。変わらずコート上には11番の馬場が大崎連携入っています。21番の阿部、そして27番玉川。ゴールキーパー村上君に変わりましたね。はい、木村正剛から村上亮太にゴールキーパーを変えている大崎連携です。かつて7メートルスロー阻止率賞を獲得したこともある村上亮太。桑野14番、11番佐々木から14番桑野。ブロック顔ですか。玉川ちょうどジャンプしたときにちょうどね、こう手が来ちゃうんですよ、大きいから。はい、一度玉川下がります。大崎電機は香川宗次郎18番が入りました。今ボールを持った選手です。香川がピボットの位置に入ります。いや香川選手もやっぱり大学時代から比べてものすごく体大きくなってますよ。そうなんですね、データでは102キロになっています。21番阿部から馬場には合いませんでした。香川宗次郎187センチ102キロです。7番の村井広陵クラブ、8番の中田ラインを見てシュート、村上亮太セーブ。あ、今阿部から川島のところで手が入りました。しっかりとバックチェックできた広陵クラブです。前半の半分が経過しています。9対3、大崎電機リード。ただここまでの広陵クラブ一方的にやられているという印象はありません。そうですね、だんだんこの、慣れてきたのか、はい、早打ちせずにこうしっかりちゃんと回してシュートまで行くっていう形にはなってきてると思います。はい、5番の鎌中が入っている広陵クラブです。7番は村井が体を横に倒してのシュートだった。元木から香川宗次郎一人旅で決めました。香川今日の初得点です。速攻というのはとにかく早く打てばいいというわけではないんです ね。 そうですね、しっかりキーパー見てこうキーパーの動きをしっかり見てからこう打つっていうのがやっぱ本当にもう一番基本だと思います。はい、5番は鎌中、7番が村井、11番佐々木はサウスポーです。川島から馬場こぼしてしまった。広陵クラブ11番佐々木、7番村井、5番鎌中、13番ピボット松本がセット。その松本を川島と香川で制している。今日は広陵クラブ昨日9得点を挙げた中川雄二の登場はまだありません。昨日もある程度時間が経ってからの登場で9得点を稼ぎました。5番の鎌中、7番の村井、松本がなんとかポジションを取る。シュート、その上から打った鎌中博夢。鎌中博夢は今日2点目、先ほどは7メートルスローの跳ね返りでした。今度は右45度から決めています。鎌中も高校生です。素晴らしいですね。11番馬場、21番阿部、25番元木、香川ただその前に2人ディフェンスが入っていた。ナイスキーパーですよ、ね。香川が振り向いたらその前に松本がいました。鎌中、村井経由、中村剛、弟には負けたくないと話していた中村剛。こういう形がね、こうやっぱりもっともっと出てくるといいと思いますよね。そうですね。10対5というスコアです。広陵クラブ、ただ見ていて非常に楽しくなるハンドボールをしています。
15番安平リターンを受ける。安平ドリブルから30番川島ピボット入って香川総次郎止めた。松下康介、いや素晴らしい、184センチ、高校生184センチの松下、やはり昨日に続いての好セーブです。ですから勢いに乗っての好セーブだけじゃないということです。どの試合に出ても安定したセーブができる7番の村井、松本、佐々木、釜中、いやなかなか松本がポジション取れない、外れた。ただ村上の足、今のシュートをきっちりこう決め切りたいところですよね。はい、もう香川、森、川島をなんとかかいくぐってフリーでシュートが打てたんですが、さらにはそこに村上がいました。大崎蓮希のゴールキーパーは木村が主戦ゴールキーパー、第2ゴールキーパーといった位置づけで高水と村上が競っている状況です。佐々木のシュート、釜中から中村、そこで笛がありました。ボールが大崎蓮希に変わります。前半の20分経過、阿部川島直線的な動き、ただシュートはわずかに外れる。11番佐々木、5番釜中、7番村井です。8番の中田ライトウィング、レフトウィング3番の中村変わらず、ピボット松本も変わりません。そしてゴールキーパーが1番の横山翔太に戻っています。7番村井、11番佐々木、5番釜中、7番の村井が右にポジションを移している。走りながらのシュート、佐々木静馬です。元木ひろき、ナイスカットですね。あ、人数勝てますよ。今広陵クラブの方が多いぞ。いや村上君すごい。村上亮太が最後の最後防波堤になって止めました。ただ大崎蓮希、今は4対1の状況を作られていました。村上君はあれなんですよね、弟さんが、はい、関西大学にもう卒業したんですけど、そうなんですね、来てまして、はい、弟さんが神田に入る時でも今度弟が行くのよろしくお願いしますっていう、もうそれぐらい素晴らしい好青年で、はい、そうなんですね、はい、世の中には兄弟仲が悪いなんて場合もありますけども、そんなのは全く関係ないところにいるんですね、はい、村上選手は。横山翔太、ナイスキーですね。翔太よく決めた、よく止めた。そして中田、これは本当によくやってると思いますよ、中田今日初得点、10対6、大崎蓮希リードです。ただ広陵クラブがじりじりと点差も詰めていますし、そして印象面でも全く劣っていないという印象を持たせます。まあ、もちろん大崎蓮希の選手たちの一つのプレーの質、5番柴山もちろん高い、これが通るんだ。香川総次郎今日の2点目。いや本当に面白いハンドボールをしています広陵クラブ。5番の釜中、11番の佐々木、14番の桑野のバックプレーヤー、今松本がバックプレーヤーのところに降りて1回ボールを受ける。右寄りにポジションを移しますが、今度は阿部と香川がそこにいる。今ダブルピボットになっている佐々木と松本が入って、松本のシュート、ナイスパスですよ、ナイスパス、ナイスシュート。川島のシュート外れます。あ、これですね、これはもったいない。ここは落ち着いていきたかった、ゴールキーパーからのロングパス、これは昨日決まっていたパターンでした。あ、そうですね、先ほどのパス良かったですね、はい、それとだんだんやっぱりこのディフェンス体系に慣れてきたっていうのはすごくあると思うんですよね、はい、こうやはり慣れることで
攻め急ぐこともなくなりましたね。ちょっと大崎、はい、あのちょっと大崎あれですね、あのセットオフェンスの確率がちょっと悪くなってきましたね、そうですね、はい、あと川島のシュートがちょっと今日は外れることが多いですね、はい、いや彼もすごいプレイヤーなんですけどね、はい、早稲田大学時代の動画などを見ますと、もうコート上をもう暴れ回っているという印象でした。あのインカレで当たった時でも一人で13点取られましたからね、それはなかなか大変ですね、はい、どうやっても止めれないという感じでしたからね。まあ、早稲田大学ですから、その他にも質の高い選手が揃っているでしょうから、はい、これは対戦相手大変だったでしょう。香川選手なくて、香川3点目。やっぱりあのポスト、あのピボットの選手にこうボールを持たれるような展開にすると、やっぱりあのかなり苦しいですよね、はい、コールクラブはその前のところでやっぱりしっかり止めないと。やはりピボットの選手、今香川ですが、そこにボールが通ってしまうと高確率でシュートが決まってしまいますね、はいはいはい、一方の広陵クラブのピボット松本、先ほど今日の初得点を挙げています。ただなかなかボールを受けるのも大変です。そうですよね、あ、いいですよこれ。取った、通りました、2点目。いや本当素晴らしい、今のもパスも良かったでしょうか、はい、しっかりその前の、左利きの名前なんでしたっけ、左利きの選手ですから佐々木、ね、はいはい、彼がしっかり崩してセンターの、あそこの2対2をしっかり攻めたっていうところが、はいはい、すごく今のは評価できるプレーだと思います。あ、松岡選手出ましたね、はい、中川さんも注目の松岡、いきなり来た、さすが松岡ひろきです。今日の初得点、富士広止水から法政大学、中川さんが指導されています関西大学とは法政大学時代に定期戦を何度も行っていました。フィジカルが強く、フェイントも切れる選手です。体幹の強さがあってシュートを打ち分けられま す、ね、ただこの松岡ですらなかなか大崎電機では出場機会がない時期が長くありました。佐々木ブロック、森、松岡拾う、阿部とのパス交換、松岡は右を見る、右を見た後左パスカット入りましたが、その前にファールがありました。フリースローで大崎電機のボールです。7メートルです。そうですね、いや入ってから松岡がフル稼働ですね。そうですね、いや、 やっぱりスピードありますよ、あ、ただ松岡がちょっと足を痛めてしまったか、ただ下がるほどではないのか、どうなんでしょうか。7メートルスローは柴山が投げます。松岡は右足のあたりを触ってベンチに声をかけましたが、ただそこまで深刻な状況ではなさそうです。柴山が決めています。柴山選手も相変わらずシュートうまいですね、柴山何でもできますね、もう大学の時でもいいように点取られてましたからね、もういいようにも好きなようにプレーできる選手がやはり実業団などに進むということなんでしょうか、まあ、そんな選手が揃っている大崎電機相手にここまで広陵クラブ本当に良くなってると思います、激しく倒れました7番の村井です。そして2分間の退場は大崎電機の香川、ちょっとあの前に出れず受けてしまったところがありますね、はい、こう受けてしまってこう、それで横から押してしまったっていうのが、
森に続いて香川を退場に追い込みました広陵クラブです。これから2分間は大崎電機1人少なくなるということは、前半残り1分54秒ですから、前半の残り時間すべて1人少なくなります。カットした柴山やりきりました。今日の2点目、お辞儀がすごく綺麗な柴山、意表をついた丸刈りでファンを魅了しています。でもやっぱり丸刈りにしてもやっぱり男前ですよね。そうなんですよね、まあ、ずるいっていうやつですね、いわゆる前半の残り時間はまもなく1分となります。桑野、村井、バックパス、そこに松岡、もうそこに来るのが分かっていたかのようにスーッと入ってきました。一人少ない大崎電機です。ゴールキーパーを下げています。森が入って相手のゴール前、柴山が左のサイドに走っていく。今度は柴山手前側のサイドへ、馬場が中に入った、馬場が手前側、森が真ん中でポジションを取ってのダブルピボット、欲しいですね。はい、残り15秒、広陵クラブはシュートまで持ち込めるか。佐々木からライトウィング中田、中田2点目、そして前半終了です。スコア15対9となりました。解説、関西大学ハンドボール部監督、関西学生ハンドボール連盟理事長の中川雅之さんです。まずは広陵クラブ、どんな印象でしょうか。いや、やっぱり本当に最初時高いディフェンスに苦戦してましたけども、はい、やっぱり慣れ出してからもうしっかりピボットを使いながら、その真ん中の2対2を、ね、うまく攻めてこう点数重ねていって、本当にもうはっきりも大健闘だと思います。はい、そして大崎電機です。大崎電機は明日以降の戦いも見据えての今日の試合ではあると思うんですが、ここまではどういう印象でしょうか。そうですね、やっぱり遅攻って言いますか、セットオフェンスの方でですね、はい、やっぱりちょっとシュートを決めきることがちょっとできなかったので、そこのところをしっかりちゃんと決めていくっていうのがやっぱりポイントになるのかなと思います。そうなると広陵クラブの速攻もなかなか出ないと思うんで、はいはい、広陵クラブの大健闘、ただやはり勝負ですから、選手たちは大健闘だけでは終わらせたくないという思いが間違いなくあるでしょう。後半残り30分に向けてどこまで広陵クラブ大崎電機に迫れるか、30分間楽しんでいきましょう。73回目の日本ハンドボール選手権男子の部2回戦です。大崎電機大崎オーソル対広陵クラブの一戦は前半を終えて15対9、大崎電機リードですが、広陵クラブ非常にいい試合をしています。さて、この配信は観光学生服株式会社の提供によりお伝えしています。観光学生服株式会社はハンドボールなどスポーツ用のウェアにも大きな強みを持っています。その強さの背景について伺いました。ご覧いただきましょう。塚の山田彩香さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。観光学生服さんは学校の制服やあと体操着以外にもスポーツ用の競技ウェアにも取り組まれているんですね。はい、そうなんです。体操服でも競技用ウェアでも着用機能性や耐久性など求められる機能性は共通しています。はい、そのため着用者の声に耳を傾け、素材や製品の研究開発を行っております。ではその取り組みを VTR にまとめましたのでご覧ください。高校女子ハンドボールの強豪、岡山県立倉敷天城高校です。
観光のユニフォームを採用しています。汗をたくさんかいたときにベタベタしないのがとてもいいです。結構引っ張られてもあんまりヨレヨレになったりせずに動きやすくてとてもいいです。とてもこのような大企業が岡山県にあるっていうことはとても誇りに思うし、自分も将来は就職できたらいいなって思います。社長に言っておきます。よろしくお願いします。今回の日本選手権にも出場した HC 岡山も観光のユニフォームを採用しています。はい、非常に着心地が良くて動きやすいユニフォームだなと思います。この観光さんのユニフォームは非常に速乾性も速くて、私がよく試合中にたくさん汗をかくんですけれども、1試合通して、しっかりと着られるユニフォームだなと、素晴らしいユニフォームだと思います。ハンドボール非常にこう激しいコンタクトスポーツなので、競技中にこう引っ張られることもあるんですけれども、そこでもしっかりと丈夫に伸びてくれるのでいいと思います。こうなんていうんですかね、滑った時にこう焼けたりして穴開いたりするんですけど、ユニフォームってこれ全然ないんで、すごいいいなと思ってます。シンプルなんですけど、誰が見ても見やすい、かっこいいユニフォームだと思います。そうですね、伸縮性であったりだとか、あとは着てて違和感がないところが、僕は重要視するところかなと思います。 HC 岡山、観光のユニフォームで岡山に元気を。イエーイ。選手たちの話を聞いていると、丈夫さだったり、あと伸縮性だったり、非常に定評があるんですね。はい、そうなんです。それだけではなく、ウェアとしての動きやすさや着心地にもこだわって、立体的なパターン設計の研究なども行っています。はい、山田さん、2人の女性にお越しいただいたんですが、これは一体。はい、弊社の白色でも透けにくいシャツ、ミエーヌの効果を実感していただくために、はい、こちら従来のシャツと、そしてこちらミエーヌなんですが、弊社の社員に着用していただきました。はい、白というとどうしても透けてしまうんじゃないかなと思うんですが、はい、実はこれ2人とも中に赤色のインナーを着用しておりまして、はい、こちらの従来シャツだと赤色が透けているのが分かるかと思うんですが、はい、こちらのミエーヌだとほとんど分からなくなっていると思います。画面向かって右の女性も赤のウェア着てるんですか。はい、同じインナーを着用しています。見てるとわからないですね。このミエンヌなんですが、普段ハンドボールをやっている女子高校生の皆さんに感想を伺いました。はい、私個人的に白が好きなんでとても憧れます。中の下着とかアンダーが透けるのがちょっと困ります。白のユニフォームとかすごく憧れるので、中が透けないその観光さんのミエンヌをぜひ着てみたいです。女の子は白いユニフォームにすごく憧れがあるんですけど、その白っていうことでインナーの色が透けてしまったりして、なかなか着れる機会とかがないんですけど、観光さんのミエンヌなら白でも透けないということで、そのインナーが透ける心配もなくてぜひ着てみたいと思います。さて、続いては精悍な男性に登場いただいたんですが、これは。はい、こちら観光プレミアムといいまして、防風性、コンパクト性、耐久性に優れた商品になっております。はい、実はこのようにこういった硬いブラシで表面をガリガリやっても全く傷がつきません。非常に薄くて軽い素材なんですが、とても丈夫なんです。本当に傷ついてないですね。はい、すごいですね。ちょっとこの観光プレミアムなんですが、防風性についての実験動画を作りましたのでご覧ください。2つのガラス容器の中には発泡スチロール製の小さな玉が入っています。下から風を当ててみると、ご覧のように発泡スチロールは飛び上がります。このガラス容器の下側に2種類のスポーツウェアの素材を通してみます。画面左が従来型の素材、右が観光プレミアムの素材です。ご覧のようにセットします。同じように下から風を当ててみると、なんとプレミアムの素材の方だけ発泡スチロールが動かず、風をほとんど遮断していることがわかります。
山田さん、あまりの違いに思わず笑ってしまったんですが、はい、ありがとうございます。そうですね、先ほども見ていただいた通り、実際やっぱりこう薄くて軽い素材なんですが、徹底的に防風性にこだわった素材を使わせていただいてます。私たちハンドボール中継のスタッフが非常によく目にしている審判服なんですが、こちらも、はい、弊社は日本ハンドボール協会審判用のユニフォームを製造させていただいております。そうなんですね。実際にこの審判服を着ている方の様子ご覧ください。改めてなんですが、審判の方も選手と同じぐらい動かなきゃいけないですね。そうですね。なので優れた背処理機能であったり、まあ、選手たちとの識別のために視認性の高い色の生地を採用するなど、着用者にポイントを伺いながら制作させていただきました。体操服や競技用ウェアに関しても当然ですが、着用者の声というものを一番に大切にし、環境の変化を考え、体操服や競技用ウェアをさらに進化させていこうと思っています。はい、選手、審判、もう全ての関わる方のために観光学生服さんは動いています。この時間は山田彩香さんとお送りしてきました。山田さん、この配信をご覧になっている方にメッセージをいただきます。はい、これからも観光学生服は着用者の声を伺い、より良い商品開発を行ってまいりたいと思います。はい、今日は観光学生服株式会社スポーツ開発課の山田彩香さんとお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。観光学生服株式会社の強さの背景について伺いました。最近はハンドボールなどスポーツ用のウェアにも大きな強みを持っています。第73回日本ハンドボール選手権大会男子の部、堺市立大浜体育館 A 面コートから2回戦の大崎電機大崎オーソル対広陵クラブの一戦をお送りしています。解説は関西大学ハンドボール部監督、関西学生ハンドボール連盟理事長の中川雅之さんです。中川さん、手元にスタッツが届きました。気になる数字をちょっと一緒に探していこうかなと思います。前半のスコアは15対9、大崎電機がリードしています。まず個人の得点を見ていきますと、大崎電機はバランスよく点を取っています。そうですね。香川の3点がトップ、柴山、上垣、高間、阿部、玉川がそれぞれ2得点です。そして対する広陵クラブ、こちらも中村、鎌中、中田、松本がそれぞれ2得点と、ですから1人の選手に両チームとも集中していませんね。そうですね。はい、そしてシュート阻止率を見ますと、大崎電機の木村が5割7分1厘7分の4止めて、16番の村上が12分の6止めて5割、そして広陵クラブ12番の松下が5分の2止めています。あとは、退場は大崎電機に森と香川がついていました。ですから広陵クラブがしっかりと相手に、つけ入る隙をしっかりとこうつけているという印象の前半でした。15対9大崎電機リードで、まもなく後半のスローオフです。解説は中川雅之さんです。この大会全体のこともお伺いしていきたいんですが、はい、昨日から始まって大勢のお客様をお迎えしています。はい、皆様の反応何か直接伺いましたが、本当先ほども言ったんですけど、久しぶりにお会いする方いっぱいいらっしゃって、もうその方々が口々にやっぱりこうやってこう試合が見れるっていうのがすごく嬉しいと、こう、はい、もうそれを本当におっしゃってましたね。はい、これから準々決勝、準決勝、決勝と進んでいくわけですが、どんな試合を見てみたいでしょうか。そうですね、やっぱり本当は今この男子の、ハンドボールが、まあまあ
チークスターがこうプロ選手がたくさんいるということ で、はい、でまたアバロ選手が来ましたよね、こうでやっぱりそれにやっぱりもう絶対、負けたくないとこういう各チームがやっぱり本当に闘志を燃やしてでまたいろんな選手を補強したりだとか、こうやってますん で本当に今明日からの試合なんて本当にもうどこが勝つか全然わからないような試合が多分こう繰り広げると思うんです、はいはい、本当に見どころが多い大会だと思います。チークスター東京のリュックアバロン、アバレロアバロン、そして大同特殊鋼の2人の外国籍選手、はい、デネル・ヤーニマー、イゴール・アニッチ、まあ、その他にも豊田合成にも新しい外国籍選手加入しましたし、はい、まあ、楽しみな選手が一気に増えました。そうですね、明日からの準々決勝、そして明後日が準決勝、明後日決勝です。決勝は12月5日です。その決勝の舞台にたどり着くのはどのチームなのでしょうか。もちろん準々決勝以降も楽しみなんですが、カテゴリーが違うチーム同士の対戦を楽しめるのが1回戦2回戦の楽しみ方です。今お送りしているのは大崎電機大崎オーソル JHL のチームと社会人クラブ広陵クラブの一戦です。前半終わって15対9、大崎電機リードではありますが、広陵クラブが自分たちのやるべきハンドボールをしっかり遂行している、そんな30分間でした。これからの30分間、もちろん疲れは出てきますし、大崎電機が猛攻を仕掛けてくるとは思いますが、そこにどう応戦していくのか広陵クラブです。もう広陵クラブの先発頭から出てくる選手たちはコートに入っています。1番ゴールキーパーの横山、3番の中村剛がレフトウィング、そして14番の桑野、それから5番の鎌中、13番の松本の姿も見えます。そして画面の手前側、11番の佐々木、8番の中田と入っています。対する大崎電機です。今両腕を広げていたのが15番の安平、27番の玉川が話しかけに行きました。21番の阿部、そして23番時村が後半の頭から出ています。20番の高間アミンもいて、ゴールキーパーが高光ですね。ゴールキーパー高光がここで出てきました。前半の最終盤に退場が大崎電機出ています。開始5秒だけは1人少なくなる後半の立ち上がりです。後半のスローオフ、広陵クラブのボールで始まります。退場の時間が終わりました。香川総二郎インです。11番佐々木、5番鎌中、14番熊野、13番松本、かなり腕や体を使って制している大崎電機のディフェンスです。佐々木入った、佐々木今日2点目。しっかりボール回してね、空いてるところから、本当はコールクラブずっと前半の、途中からすごくいいハンドボールしてると思うんです、はい。15番安平から21番阿部、時村がライトウィングに入っている大崎電機です。レフトウィング高間アミン、個人3点目。高間選手にボールが入った時がどんなことするんやろうというような感じでこう、はい、ちょっと見てしまいますね。彼も法政出身なんで、はい、学生の時はよく知ってるんですよ。どんな選手だった印象ですか。いや、もう初めて見たわけでもこの身体能力何なんていうふうにちょっと思いましたね。はい、身体能力が飛び抜けている。いやー、鎌中すごい。彼もまだ高校生ですよね。そうなんですよ。いやー、もうどんなプレーヤーになるんでしょうね、これから、笑顔とかを見ると、あ、高校生なのかなと思うんですが、そうそう、ね、プレーだけでは分からないです。
3点目です。何よりもその大崎相手にその堂々とプレーできているのが素晴らしいですよね。11番の馬場が入っている大崎電機。馬場、馬場、15番安平、21番阿部、阿部はウイング、時村、いや時村選手がサイドやってるのはちょっと反則ですよ。そうですね、はい、登録レフトバックの時村がライトウイングに入っている後半です。馬場と接触しました。11番の佐々木、広陵クラブ。先ほどシュートを決めた時村は空手の黒帯所持です。これは身体能力はどの選手も高いんですね。5番の鎌中、13番松本、11番の佐々木、14番桑野、すごい音がしている、ボスッと音がしました。ライトウィングは中田です。14番桑野、5番鎌中と回して、今度は11番佐々木、クイックシュート、高光のセーブ、リバウンドも大崎が抑えました。馬場から時村、玉川、 YouTube 玉チャンネル運営中、マリオカート実況の他にもハンドボールの話も聞ける玉チャンネルをご覧ください。今みたいなシュートをやっぱりこう外してると、こう、やっぱりその広陵クラブがこう、はい、またこう、そうですよね、こう息を吹き返すっていうか、こう、そうね、そうですよね。こういったシュートを確実に沈められてしまうと、どうしてもチーム全体がなかなかムードが上がらないといったケースもありますが、今日はその点も広陵クラブに突きがあります。7番の村井、14番桑野、5番鎌中、鎌中また打つ、ブロックに合いましたが、この姿勢、そしてカットした桑野、よく戻りましたね。得点に至らなくてもがっかりしない、すぐに戻る。14番桑野博樹、キャプテン、今年で34歳です。高岡広陵高校から名城大学、その後ドイツを経て元和倉製薬です。名城大学の時確か試合した覚えがありますね。そうですか。その時からもうものすごいプレイヤーで、こうしてハンドボールを続けて日本選手権に出てくれる、非常にそれは嬉しいですね。はい、本当ここでその学生時代一緒に戦ったような人たちがいっぱい会いましてね、すごく私も懐かしくて嬉しかったです。香川4点目。後半の5分です。18対11、大崎電機リードです。14番桑野、5番鎌中、7番の村井のバックプレーヤー、13番松本ピボット、3番の中村がレフトウィング、8番の中田がライトウィングです。広陵クラブの攻撃、本のユニフォーム、7番の村井、馬場をかわした、中田のシュート引き寄せましたが枠は捉えず、ただ今大崎電機の11番馬場を翻弄していました。しっかり簡単にそのシュートを打つんじゃなくて、こうしっかりとね、こう横にこう振ってこういいハンドボールしてると思います。いわゆる相手にズレを生み出させて、ね、決め、シュートまで行きました。玉感は7メートルスローとなりました。そして2分間の退場がつきます。あのプレーをこうされるときついんですよ、やっぱり、体格差があるところでこうしっかりこう攻めてきてますからね。14番キャプテンの桑野でした。安平、止まった、松下幸介、松下君すごい、いや本当将来有望だと思いますよ。次はどこで名前を見ることになるんでしょうか。松下幸介、広陵クラブ12番です。
11番佐々木、5番の鎌中、7番の村井、パッシブの予告が出ています。村井コーナースロー、浜中、ゴールキーパー高光亮、阿部から安平、流れるようにウィングへ時村、今度は横山翔太。昨日は広陵クラブ16番のゴールキーパー松尾俊介も出場してシュートを止めていました。ですからこの横山翔太、さらには先ほど7メートルスローを止めた松下幸介、松尾俊介と3人のゴールキーパーがこの大会で結果を残しています。広陵クラブはあれですね、あのゴールキーパーを下げてませんよね、これ。はい、そうですね、退場者が出ているんですが、はい、ゴールキーパーを下げず、コートプレイヤー5人での攻撃になりました。パッシブが成立しています。大崎電機のオフェンス、11番の馬場、23番時村、15番安平、コートの奥でもゲームが行われています。23番時村、ジャンプが高い。時村博樹、今のやっぱシュートなんて本当にあの身体能力高いなという感じのシュートですよね、そうですね。アウトサイドからのシュートもうまい時村、厳しいディフェンスから速攻への切り替えの時は先陣を切って相手ゴールに襲いかかります。今年で33歳になりました。小松明豊高校から大阪体育大学。うまい、いやー、今鎌中のパス、あ、素晴らしい、押し上げるように中村に送りましたね。素晴らしい、いやー、今のパスは、まあ、とっさの判断なのか、もともと練習しているのか、いや、今の手首の使い方が本当に難しいですね、柔らかくこう当たられながらでも柔らかいパスをこう送るっていうのは、はい、大崎電機の選手のプレーにもすごいと言いますが、広陵クラブの選手たちのプレーにもすごいと言ってしまいます。すごい、馬場が決めました。どうしてもやっぱり玉川選手に気を取られるから、今度はこのバックプレイヤーの動きがすごく良くなってきますよね、はい、ポストピボットの選手がバックプレイヤーのシュートを引き出します。後半の10分です。20対12、大崎電機がリードしています。佐々木、桑野、中田、8番、14番、桑野、狙いに来たのは時村だ。8番、中田、中田、はい、ボールを持って4歩以上歩いてしまうのをオーバーステップと言います。広陵クラブ15番、監督兼任の片岡亮が3枚目、真ん中を守るディフェンスで出てきました。手前側から3人目の選手です。15番の片岡亮です。先ほどからコート上では高校生の鎌中やゴールキーパーの松下の活躍ぶりを見てきました。監督が自分も行くぞと出てきています。パッシブの予告出ている。馬場、阿部、体の強さで来た。今日3点目、すぐにシュートを打ち返していきました佐々木、そして玉川、3点目。この一連の流れは大崎電機たるプレーです。 そして玉川が相手の油断を絶対につくぞという姿勢を見せてボールを追いかけに行きました。26番の松岡も入っている大崎電機です。手前から2人目、今ちょっと前のディフェンスに入っていました。また時村が牽制のディフェンス、大崎電機23番、5番の鎌中から14番桑野のシュート、
ラインの中で守りましたね、はい、さあ7メートルスローは5番の鎌中の担当です。ゴールキーパー高光、4点目です。鎌中、鎌中選手このすごくそのしなるいいシュートを打てると思います、はい、そうですよね、まあ、先ほどもパスで手首の柔らかさを見せていましたし、はいはい、鍛えているんですね。この高校生2人は本当に将来有望だと思いますね。鎌中博夢5番、12番松下康介、11番馬場、26番松岡、15番安平、チームの若手松岡と安平です。ピボット香川宗次郎、ライトウィング時村、レフトウィング上垣が入っています。レフトウィングに上垣が入っている大崎電機です。普段あまりウィングでは出てこない時村や上垣がウィングのポジションを務めています。内か外か、桑野はピボット狭いところ、松本には通らない。さあそして大崎電機の速攻、上垣3点目。上垣選手やっぱり判断もいいですね、こうパスするぞと見せかけて自分でシュートみたいな感じで、ね、はい、そしてスルスルっと相手ゴール前に入りました。広陵クラブが2回目のタイムアウトを取っています。ちょっと先ほど前 のいいパスワークからこうサイドシュートまで持っていくっていうんじゃなくて、はい、この真ん中の狭いところとかをちょっと攻めてるんで、その辺をちょっと多分修正されるんだと思うんですけれども、はい、60分間の中ではどうしても波は出てきてしまいます、はい、そういう時にタイムアウトを取って修正していきます、まあ、先ほど監督兼任の片岡亮選手がコートに飛び出していきました。こちらが片岡亮です、はい、どうしてもやっぱりこの大きい選手をずっと相手してるから、はい、この辺からもどんどんその疲労がねこう出てくるんですよね、大きくて圧力が強い大崎電機の選手たちを相手にここまで戦っています。43分間、広陵クラブの選手たちあと17分間、本当ここからもまた、前半の内容を頑張ってほしいですよね、はい、鎌中は切れ込んでいってからサイドへのパス、村井スペースがあると見たらスルスルと入っていきます。大崎電機はタイムアウト前とメンバーは変わっていません。広陵クラブもメンバー変わっていません。ゴールキーパーは高校生松下康介です。安平から松岡、松岡から時村、ラインをしっかり見てから上じゃなくて下でした。時村今日の3点目。鎌中のシュート、後半から大崎電機のゴールキーパーは一貫して高光です。高見選手すごくいい安定したセーブをしていると思います、はい、下松工業から国士舘大学、今年で23歳です。大崎電機で下松工業といいますと先輩ゴールキーパーの東雄三さんです。あ、はい、まあ、系譜を継ぐということでしょうか、はいはいはい、現在は山口銀行 YM ガッツの監督を務めていらっしゃいますね。7メートルスローの宣告がありました。ただ時計が止まっていませんので罰則などはついていません。
スローは松岡、ゴールキーパー松下。おお、外させました。いやー、松岡選手先ほどは安平が松下に止められましたが、今度は松岡です。やっぱりそれだけやっぱでも松下選手がこれまでいいプレーしてるんで、やっぱりプレッシャーをかけれてるというのはあると思います。そうですね、松下康介、名前をぜひ覚えておいてください。かまなか、取り返した村井、中村、3点目です。この先もやっぱりでも明日以降に向けて今みたいなのをこうきっちりこう取り切るというのがすごく大事だと思います。はい、今日を含めて決勝まで行くなら4連戦となります。11番の馬場、26番松岡、すごいスピード、松岡の得点です。JHL の選手や関係者の方に聞くと、聞く相手が悪いというのもあるんですが、4連戦5連戦どうなんですかって聞くと、いや大丈夫ですよと皆さんおっしゃいます。おっしゃいますが、本当に大丈夫なのかなと、このハンドボールの激しさを見ていると思うんですが、中川さんは学生大学生たちに連戦というのはどれくらい経験があるんでしょうか。インカレで決勝まで行って5日連続なんですよね、はい、で5日連続、これな、優勝した中央大学 の実方監督とちょっとお話しする機会があったんですけれども、はい、もう終わった後みんなボロボロだったってこう言ってましたね。はい、そうですか、かなり極限まで体力を使うということなんですね。はい、村井のシュートです。より体力がある JHL の選手とはいえ、かなりきつい。本当にやっぱりやってる間が自分たちと同じ体の大きさですからね。そうか、そういうことなんですね、はい、そうか。いや、決めました、中村が決めて、これで今日の4点目、25対15です。いや、これ本当によく頑張ってると思います、はい、ここまで大崎電機を25点に抑えています。そして自分たちが15点取っています。上垣、松岡、松岡選手のやっぱりプレーの特徴はやっぱりこのクイックのプレーがこう、本当に今までも取ってもすぐ打ってるっていう、はいはい、キーパーが一応取れないんですよね、こう相手ゴールキーパーからすると準備をする前にシュートが来てしまうんですね。はいはい、私はやっぱりこのオフェンスのシュートでものすごく重視しているのはやっぱそのクイックがしっかり打てるかどうかっていうのはすごくこう、はいはい、言ってますね。そうなんですね。鎌中からピボット松本に入れようとしましたが未遂に終わっています。やはりクイックシュートをいかに使えるかというのが重要なんですね。はい、川島が入っています、30番。そして26番松岡、狭いところ体を低くして抜けてきました。このところ松岡の連続得点です。ちょっと疲れが出てきて足が動かなくなったかなというところはちょっとありますけど、ちょっと頑張ってほしいですね、残り10分、はい、登録が12人、そのうち3人がゴールキーパーの広陵クラブ、なかなか選手を随時入れ替えるというのはできません、はい、あと10分です。昨日試合をして、そして今日の相手が大崎電機、村井、いやー綺麗にこじ開けました。そして昨日もこの笑顔がこのシュートを決めた後に出ていました。やっぱ押されてもやっぱりこの崩れないというのがやっぱ素晴らしいですね、はい、ガタガタっといくことがないんですね、はい、攻守の切り替えが早いスポーツです。一回崩れるとガタガタと
点を取られてしまうこともあるんですが、今日の広陵クラブはそれがありません。安平のシュート外れて、松下からのロングボール、中村、松下選手はいいですね、今のパス出しも思い切ってすぐに判断よく投げました。その高校生がその大崎相手にあのパスを出せるっていうところも素晴らしいと思うんですよ、もちろん松下の希望を聞いているわけではないので、今後ハンドボールを続けるかわからないんですが、これは大学の関係者などが見ていたらちょっとうち来てくれたらいいんじゃないのと、本当私今素直にそう思ってます、14番の桑野です。7番の村井、11番の佐々木、13番松本、7番の村井、11番佐々木、7番村井と回って14番桑野行く、フリースローです。13番の松本と14番の桑野が元実業団枠長製薬枠長レオリックでプレーしていました。川島のディフェンス、桑野なかなかと壁を突破できない、回転してのシュートまで行くか中田。やっぱり高陵クラブはあのコンビネーションいいですね、やっぱりこう本当週2回の練習のことは全然思えないですね。そうですね、村井がアンダーシュートを狙った。さあここは大崎電機の人数が多い、松岡、松岡片目打ちです。ジャンプ力やっぱりもうすごいですよね。試合時間あと7分、後半の中盤あたりはやや疲れが見えていた広陵クラブですが、崩れることがない真の強さが見えます。玉川のカットを抜けた、玉川思わずあーっと声が出ていました。中川のシュート、ここは外れた。中川雄二が入っています、レフトウィング、広陵クラブの2番です。昨日はチームのトップスコアラーだった中川雄二、この時間での登場となりました。ライトウィングの時村がピボットの位置に入る、そしてまたウィングに戻る、レフトウィング川島雄太郎、川島がレフトウィングにいました。両サイドがすごいですね、川島手元の集計で今日初得点。大崎電機は先も見据えての選手起用になっています。オーバーステップ、今、ね、やっぱり牽制がやっぱり素晴らしい、素晴らしいタイミングで牽制したんで、はい、15番背番号を背負っていますが監督兼任の片岡怜央の姿が映し出されました。先ほど短い時間ですがコートにも登場しています。今広陵クラブベンチにはコートプレーヤー3人、ゴールキーパー2人が控えています。安平、松岡、クロスかけて松岡仕留めた。松岡君ちょっと大爆発ですね、2番の中川がボールに絡んでピボットの位置に入っている。森の激しい当たりだ、森潤です。中川下がって中村がコートに戻ってきた広陵クラブ、今レフトウィングのポジションに中村が入りました。後ろから飛び込んできた桑野、
まあ、なんか本当にあそこにこのスペースにもパスが来るんだっていう、そういうスピードでこう必ずパスが来るっていうことでね、やっぱ走り込んでますし、味方を信じてたんですね、はい、もう本当によくやってると思います、はい、安平、ナイスプレー、安平も大きな怪我がありました。そこから復活しています。桑野から松本に短いパスを通そうとしましたが、そこには大崎電機の選手、そしてやはりちょっと疲れは見えてきています。残り3分ちょっと、安平、森もうここ取れなかった。中田がカットインしてきました。時村から馬場、もうここは大崎電機は急ぐ必要がありませんので、ゆっくりと動かしていきます。そして相手に隙ができたらバーッと飛び込んでいく。川島が中に入った。今度は左側に出るエリアの中に入っていました。さあこれで広陵クラブ急ぐんですが、村井から桑野へのパス、桑野がちょっと行き過ぎてしまいました。さああと2分です。32対18、大崎電機リード。ここまで広陵クラブは崩れることなく踏ん張ってきました。相手に流れがある時もよく粘りました。最終盤、大崎電機の選手たちは明日以降の戦いも見据えていますが、これはちょっと分かりやすいミスになってしまった。松岡からのパスでした。11番佐々木、13番松本、7番の村井。さあどこで加速するか、どこでペースを変えるでしょうか。あと1分15秒試合時間です。松本、佐々木、桑野、パッシブの予告はまだ出ていません。今出ました。中田、シュートは打てませんでした。さあそしてボールを持った大崎電機はもう本当に超スローペースにします。歴戦の大崎電機、大崎オーソルの選手たちとはいえ、今日からの4連戦です。体力はある程度考えていかなければいけません。安平、松岡選手、後半だけで相当点取ってますよね。手元の集計ではもう6得点取っています。あ、さあそして試合まもなく終了、最後の1本、桑野決めて試合を終えることができました。広陵クラブです。33対19、勝ったのは大崎電機です。ただ今試合終了の瞬間に広陵クラブにも拍手が送られました。いや本当に見ていて気持ちのいい試合をしてくれました両チームです。
こちら広陵クラブのメンバー。大崎電機対広陵クラブの日本選手権の2回戦、結果は33対19で大崎電機が勝って、明日の準々決勝、トヨタ自動車東日本とトヨタ紡織九州の勝者と対戦することになりました。一緒にお送りしてきたのは関西大学ハンドボール部監督、関西学生ハンドボール連盟理事長の中川雅之さんです。まあ、60分間非常に広陵クラブをずっといいなと言ってきたんですけれども、はい、本当に気持ちのいい戦いをしてくれました。本当に、はい、ね、なかなか練習ができないだとか、そういう制約もある中でですね、やっぱ自分らのこう持てる力をこう全部出し切ったというところでは本当にもう、はい、魅力的でしたね。本当このように選手の数も多くないんですけれども、本当に一人一人が自分の役割を果たして、昨日日本選手権での初勝利、そして今日は大崎電機に大健闘、善戦しました。33対19というスコア、大崎電機を33点に抑えて自分たちが19点も取ったという表現でお伝えします。さあ、そして勝った大崎電機は明日からの準々決勝、準決勝とあるわけなんですが、勝てばどうなんでしょう、今日の試合を見て何か感じますか。まあ、でもやっぱり本木選手、それから木村選手、はい、モール選手、玉川選手といった主力の方たちは、まあ、しっかりとこう試合をしっかり入ってましたから、こう、はい、ね、そこからここからギアを上げていくんだと思います。はいはい、明日からの準々決勝にも期待していきましょう。お送りしてきました第73回日本ハンドボール選手権大会男子の部2回戦、大崎電機大崎オーソル対広陵クラブの一戦は33対19で大崎電機大崎オーソルが勝ちました。解説は関西大学ハンドボール部監督、関西学生ハンドボール連盟理事長、中川雅之さんでした。中川さん、これからも運営などお疲れ様です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、いい大会できるように頑張ります。はい、明日から準々決勝が待っています。そしてまだ2回戦もありますし、アーカイブでもご覧ください。この配信は観光学生服株式会社の提供でお送りいたしました。それではまたお会いしましょう。さようなら。